平成26年台風第9号は2014年7月にフィリピンと中国に大きな影響を与えた台風である。進路図7月9日、中区諸島の東の海上で熱帯格乱の形成が始まり、10日に熱帯低気圧にまで成長して低気圧番号 09W を与えられた。11日、合同台風警報センターは 09W が、 トロピカルストームにまで成長したと判断したが、同日中に強度が低かったとして、この判断を一旦取り下げている。12日15時、精神しながら成長した a 9 w は、マリアナ諸島において台風となり、アジア名、ラマスーンと命名された。13日には、フィリピンの監視エリアに入ったため、フィリピン大気地球物理天文局によって、 フィリピン名グレンダと命名された。台風は急速に勢力を強めながら15日午後にルソン島東部のアルバイ州ラプラプ付近に上陸16日には首都のマニラを直撃した。フィリピンではルソン島とビサヤ諸島の広範囲に暴風雨警報が発表されたが50メートル以上の暴風と大雨に襲われた。南シナ海に進んだ台風は再び勢力を マしながら中国に接近。中央気象台は18日8時からの24時間、海南省、関東省南部、厚生地湾族自治区に、防雨警報発令。18日昼過ぎに、海南東北部の文章市に上陸した後、台風は同日夜には、関東省福祉公市に再上陸して、河南の広範囲に被害をもたらし、19日には、厚生地湾族自治区に達した。 台風は上陸後に勢力を弱め、初各時に北緯23度、東経104度で熱帯低気圧になった。初川日朝までの時点で死者97名、負傷者437名、行方不明者6名、家屋の被害は全壊27,874棟を含む111,372棟に、及びインフラや、 農産物などへの被害額は約74億フィリピンペソに達した。暴風の影響により河南の広範囲で停電や浸水が発生し、航空便の欠航が相次いだ。関東省と海南省、厚生地湾属自治区の130万人から500万人が影響を受け、20日時点で少なくとも死者17名。海南省では五万1棟の家屋と四万六百ヘクタールの 農地が被害を被り、経済的損失は47億元以上と推計されている。この台風のアジア名ランマスーンは、この台風限りで使用中止となり、自順からはボロイというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。